こんにちは。リンケージクラブのトニーです。今日は Jump Start の一般動詞の過去形についてネイティブスピーカーのルミにいろいろと教えてもらおうと思います。Hi, ルミ。How's it going?Not bad.How's it going with you, Tony?Not so bad.Let's start today's lesson.Sure. それでは、まず3番目の例文。I didn't catch that. 今、あなたの言ったことがわからなかったについてです。 この catch はわかる、つまり聞こえるとか理解できるという意味ですよね。では、すみません。お名前が聞き取れなかったのですが、はどう言えばよいでしょう ?Sorry, I didn't catch your name. なるほど。やはり I didn't catch というのですね。I couldn't catch ではいけませんか ?I couldn't catch your name is perfectly fine too.I couldn't catch your name. でも全く問題ないということです。次に4番の例文 I said so 私はそう言ったで使われているそうですが、これは相手が述べたことを繰り返さずにそうという場合の表現です。テキストでは他の例として think so そう思う Hope so そう願う Do so そうするが挙げられていますが、 どんな風に使うか会話文で示してもらえますかこれは4番の例文を受けてそう思うけどと答えた例です。彼はあなたのことが好きなんだと思うそうだといいんだけどという例文でした次に5番の例文 Did you enjoy it? ですが It yes, you definitely need it after enjoy because you have to indicate what you're asked to enjoy. Enjoy the food, the show, the book, etc. So you can't say I enjoyed or ask someone did you enjoy? However, there is one exception and that's when enjoy is used in the imperative. So, if someone is about to do something enjoyable or entertaining, you'd say enjoy.If it's dessert she's being served, here's your dessert, enjoy.Enjoy enjoy は何を enjoy したかを述べる必要がある動詞で単に I enjoyed とか Did you enjoy? のように何をの部分を省略することはできない。ただし一つ例外があって命令文で Enjoy ということがある。これは話し相手が今から何かをやろうとしているときに、楽しんでねと言ったり、また何かを食べようとしているときに Enjoy、Enjoy! どうぞ召し上がれどうぞごゆっくりというときに使うとのことです。次に9番の例文に出てくる My plane ですが、My plane は普通私の所有している飛行機ではなく私の乗る飛行機という意味ですよね。 Yes, that's right. <S では、私の乗る電車、私の乗るバスを my train,my bus と簡単に言えるわけですね。Yes, for example, I missed my bus ormy train is coming on platform number two. はい。例として、I missed my bus 乗る予定のバスに乗り遅れた my train is coming on platform number two. 私の乗る電車は2番のプラットフォームに来ます。という例文を示してもらいました。最後に発音に関して気になる点をチェックしてみたいと思います。まず6番の例文。Did he cook for you? ですが、Did he? をルミが日常言うような発音で言ってみてくれますか ?Okay.Did he?Did he cook for you?Did he? は Did he? ではなく 2号がつながってディリーになっています。この音の変化はテキスト237ページの57番に出ていますので、他の例と一緒にチェックしてみてください。それから9番の例文の最後の in an hour ですが、これも発音してみてくれますか ?in an hour.in an hour ではなく3号がつながって in an hour. と発音されていました。この音の変化は241ページの75番で説明されています今日は「ジャンプスタート」の一般動詞の過去形について本の解説には書かれていないことをいろいろと教わりました最後までご覧いただきありがとうございました Thank you for watching. Please subscribe. Bye.